赤コーナー121番の4分の3、カドレギー宝石ブルーショップ、本日プロデビュー戦サバイハイセレブアオコーナー121番の慶安の W 事務所属、こちらも本日プロのデビュー戦大崎聖也ジャッジ杉山敏夫、同じく藤井雄二、同じく吉田松俊、レフェリー阿部和夫。
ラウンド2。高い試合エルフィー雨風を、ストップいたしました。これはあの先ほども説明いたしましたが、第1ラウンド、赤コーナーの酒井大成選手、目の上をカットいたしました。この出血が非常に激しくなり、試合続行不可能と判断をいたしました。この出血は申し上げましたように青コーナーの尾崎誠也選手のパンチヒッティングに及ぶことになります。したがいまして、この試合はテクニカルノックアウトということになります。ただいまの試合、テクニカルノックアウトタイムは第2ラウンド55秒、第2ラウンド55秒、テクニカルノックアウトによりまして勝者、青コーナー尾崎誠也。